あ、こんにちは。ジェイセンスだよ。はい、じゃあ、これはまた小6年生向けの小5の英語の振り返りのビデオです。前はもう前半やったから、えー、今度は後半だね。前半ではもうパート1から4までもやったから、今度はもうパート5から始めるんだよね。はい、じゃあ、前の質問もあったよね。What do you like? Do you like? 何が好き Do you like? ブラブラブラこれが好きですか ?Yes, I do. はい、そうです。No, I don't. そうでは。 ありません What do you like? 何が好きですか I like blah blah という質問があったね。じゃあ今度はね、What do you like? I like blah blah の質問のちょっと変化。ね、じゃあ What do you like? というより What blah 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 do you like?、ね、じゃあ What do you like? と,あのひとあの上と比べたらね、一つだけあのその Blah 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 のオレンジの色を入れることが そういうことだね。あの別に他の変更がない。じゃあ何が入れるんでしょうかね。What do you like? じゃあ What color do you like? ね。何色が好きですか color は色。ね。じゃあ What color do you like? だから前の What do you like? 何が好きですかという質問を変えて What color do you like? 何,何色が好きですかという質問になります、ね。答え方はね。I like blue.、ね、青が好きです。 I like red, I like yellow ね。カラーは色ですね。他の言葉も聞くことができますね。例えば、animal。ね、animal は動物。ね、だから、what animal do you like、何の動物が好きですか?。で、答え方はね、I like cats。猫が好きです。I like dogs ね。とかね。あとは、shape ね。いろんな形も。ちょっと。あれよね。 えー、シェイプ、いろんなシェイプはあは1年生、4年生までもう勉強する,ことがするから、えー、これがちょっと簡単な振り返りになりますね。じゃあ、Circle は、Circle は丸です。Circle。ね、丸するも同じ Circle ということなので、ね。じゃあ、Star は欲しい。みんなも欲しいよね。Star、ね。できれば Star じゃなく Star。はい。じゃあ、Heart。Heart は、まあ、ハートなんだね。 heart は、まあえー、心。triangle は三角ね。triangle triangle。try、ね、は実際三という意味なんですね。じゃあ、diamond。diamond はまあ、言わなくて、ね、も、日本語と diamond ね。diamond。diamond。じゃあ、square square 四角。じゃあ、もっと違う形です。rectangle rectangle。ok。 <laughs> OK, a ーえ、next, let's go to part 6. OK, ABC は大体 part 6で ABC やることなんですけれども、ABC は自分であの勉強してくださいね。ロマ字の授業でもやってると思います。じゃあ、1回だけちょっと歌をやりますね。ABCDEFGHIJKLMNOPQRS t u v w x y and z happy happy i'm happy i can sing my abc ということだねはいじゃあ次はあの、えー、ちょっと名前書くときにはあのちょっと注意してほしいところありますねこれはあのローマ人の授業とはちょっと違うからあの みんな、ローマ字の授業で勉強している発音のと書き方、ABC の書き方は、あの西洋では大体は通じないということだね。えー、西,西洋ではアメリカでもヨーロッパでも ABC の読み方は、なぜかなんだかちょっと日本とのローマ字の授業ではちょっと違います。ね。だから、例えば C という音ね。C。さあ、シースー、ね、シ C という音は、 多分、ロマ字の授業で SI で書くことにするんだね。でも SI で書くと、あのー、アメリカ人のヨ,ヨーロッパ人もね、C ということを読みますね。C。ね。だから必ず SHI で書いてくださいね。SH の組み合わせは SH、シというてになりますね。だから SHI は C。だから名前はシブヤだったら SHI で書いてくださいね。シブヤ。で、その次は、 呃、えー、ね。ツーという音は tu で勉強しているだと思いますので tsu で書いてくださいね。tsu。tsu ら tsu。T S u、はツ u という音になります。ね、ただ tu だけでは西洋人は必ず tu という音にないます、ね。だから名前はね、塚本松田は tsu で書いてください。 tsu, m a t、SU、ね t s u で書かないと、ね、tu だけで書く tukamoto と matuda と,ということになります。ね、はい、じゃあ次はチねチーはというとも ti ではなく chi で書いてください。ね、chi はチー。チという音になります。た、ま、だ、あ、くという西洋人にもいるんですけどももしかしてチーナツは西洋人は キーナッツということもあるコメしシーでないが、まあそれがもうほとんどないだと思う、ね。それでもキーナッツはティーナッツよりいいかも言いたく、言いたと気がするんですけどもね。まあとりあえず CHI であの必ず書いてくださいね。チー,チー、チーナッツとかチャイナとかね。もう全部 CHI で書きます。TI じゃなくチね。じゃ最後の えー、G という音ね。G は DI じゃなく J で使ってください。J。ね、G はジンジンという名前は JIN で書いてください。D だったら、これは D、D、D の音になりますので、でこれは DIN と読まれることになります。ね、最後は,あの名前名前は、名前にはあまり出てないんですけれども、ズ,ズという音はね、ズ,ズは DU で書くかもしれないが、 英語では z をで書いてくださいね。ね、あのー。まずいとか、そういうことを書くときには Z で書いてください。D だったら、まず前と同じね。ね。D だから、D の音だから、マドイになります。まどい、ね。あ、まどか。あ、そうか。いやまどかはずじゃない。まあいいかはい、じゃあ次行きましょう。OK part seven.、ね、part 7. And what's this? 何ですかこれ。part7 は大体はもうあの、えー、単語の授業なので、えー、いろんな単語はここでちょっとやらないんですけれども、えー、質問だけではね、what's this? ね。あ what's this?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  What this? What this? What this? と聞かされたらあこれは何ね。何ですかこれ。ね。何ですで、これは this。ね、で、its はあ。 なんとかです。ね、It's a pen.It's a pineapple.It's、ね、tofu.、ね、これはそういう答え方なんですね。ね実際はまあ日本語と同じね。ねこれは何だからこれは this。だからこれは apple です。これは pineapple ですね。ねそういう答え方は英語にももちろんありますね。その時は this is.This is a pen.、ね、これは pen です。ただ、It's a pen と答えたらあ、ペンです。 まあ意味としては同じなんですけれども、とりあえず、ハイフレンズ使ってる教科書の中では、This is という答え方じゃなく、It's と、ということを、メインなので、まあ、どっちらもいいけどね、It's なんとかね、だから、It's a bird、通りです、It's a bird、It's a glove、ね、glove は、グローブのところね、And It's a cup、コップ、ね、はい、じゃあ、もう。 Part A. What do you like? I like. ブラ b l a ラ。じゃあ、like と違って、あの、What do you like? もう、I like me のもう、うんざりしてるかな。じゃあ、What do you like? は好きですね。じゃ今度は、like を入れ替えて、What do you study? と入れ替えましょう。ね。じゃ答え方も What do you study? 答え方は、I study になりますね。ね。Like は好きなのなら、答え、ね。えー、じゃあ、study は勉強。 study の勉強ね。だから、What do you study? 何を勉強してるのじゃ I like って答えたら、ああ、これが好きですということ、答え方はちょっとおかしいからね。あの、like の質問には、like で答えます。study の質問には、study で答えます。ね。What do you study? 何を勉強してるの私が勉強してるのは、例えば、music.I study music. ね。I study PE という答え方だね。I study math. ね。数学、算数。 ね、ということったらね、だけなんだね。えー、一つもう一つ新しいのはね、What do you study? はみんなもさっきやったね。じゃあ、I study music on, ブラブラブラ。えー、っと、あ、この黒いところはちょっと無視してね。えー、What do you study?I study, study music.What、ね、do you study on? ということを聞かされたらね、それがその、あの日のことね、時間のことね。ね What do you study on Monday? What do,、uh, what do you study on Tuesday?、ね、月曜日、火曜日。What do you study on Thursday?On、ね、だから on Monday, on Thursday, on Tuesday. はその日の前につけることだね。答え方も同じでね。I study music on Monday.I study music on Tuesday.、ね、もう一回もうちょっときれいに見せましょう。 I study music on Monday. 私が月曜日で音楽を勉強してます。ね、I study 私が勉強する音楽 on Monday. 月曜日、ね言葉。一つ一つの言葉をちょっと意味を覚えましょう。そして順番は、まあ、そんなに大切じゃないのであの、まあ、ちょっとあるんですけれども、たまにはあの柔軟的にね。例えばここは I study music on Monday. 私、月曜日で音楽勉強する。で、On Monday は実際前にしても全然大丈夫。ね、だから、On Monday I study music. On Tuesday I study music. あの順番変わっても意味は同じです、ね。だから、I study music on blah blah blah. On Tuesday. On Friday ね。On Friday I study music. その意味は同じということだね。はい。じゃあ、ラスト。 Part. part nine. What do you like?、I、like. ね、また。えー。またね、えー。What do you like? 何か好きですか I like ーバーバで、最後の、uh, この形からちょっと変わりますね。I like cake. I like fish 変わって。What would you like? ね。前と違って、Do. Do があったんですけれども、今度は What would you like? I would like I would like a Sunday.、ね、パフェのことは Sunday. I would like a Sunday. I would like a hamburger.、ね、という答え方。ね、What would you like? はあの丁寧語なので文部的に説明するのはちょっと早いんですけれどもとりあえず What would you like? と聞かされたらそれが丁寧語ですね。答え方も同じ Would を返して I would like a hamburger.、ね、それが丁寧語だね。えー 直接強くすると、あ、I would like a hamburger. そのハンバーガーをもらったらあそれが、それがあったら好きです。ね。I would like、まあ。直接強くしたら、ちょっと意味がちょっと変になっちゃうから、まあとりあえずそういうふうに、とりあえず丁寧語で丁寧語、丁寧語として覚えてください。はい。じゃあ、これではもう終わりなので、じゃあ、See you next time. Bye bye.